ただいまより中学3年生国語科、送り仮名の学習を始めます。教科書を準備して送り仮名のページを開きましょう。この漢字を何と読むかわかりますか辺と読もうか、一文字だけれど辺たりと読もうか迷ってしまいますね。次の文になったらどうでしょうどちらが正しいかはっきりしますね。 このように、送り仮名はどのように漢字を読むのかを明確にするためにあるものです。今日はこの送り仮名について学習をしていきます。それでは今日の学習課題です。ノートに書きましょう。送り仮名の付け方について、活用のある語と活用のない語の順で説明をしていきます。まずは、活用のある語からです。 活用とは、下に続く語に応じて語尾が変化をすることでしたね。活用のある品種は3つ。動詞、形容詞、形容動詞です。まずは基本の形をおさらいします。送り仮名は、活用語尾を送るのが基本です。画面にあるように、活用語尾を続く語に合わせて送っていきます。例外について説明します。形容詞は、 五感が死で終わるものは活用語尾ではなく死から送ることになります。例えば、美しいの五感は美しですので死から送って美しいとなるわけです。その他には明るい、大きい、少ないなどがあります。形容動詞は活用語尾の前にか、やか、らかを含むものはそこから送ることになります。健やかだ、ほがらかだはだの前に やか、らかがありますから、画面のように送るわけです。その他の例として、同じだ、さかんだ、か、やか、らかではない場合もあります。次に、活用のない語についてです。活用のない品詞のうち、名詞、連帯詞、副詞、接続詞について見ていきましょう。まずは基本の形です。 名詞は月、海のように原則送り仮名を付けない、もしくは活用のある語が元になっている場合は元の送り方に準ずるものとなっています。別れは別れるという元の動詞からなっている名詞ですので、例を送るわけです。連帯詞、副詞、接続詞の原則は最後の字を送るということです。例外について説明していきます。 名詞は、あたり、勢いのように、最後の字を送り仮名として送ることがあります。また、活用のある語を元にしているが、送り仮名をつけずに、一字で書き表す場合もあります。話は、話すからなる語ですが、詞を送らずに、話となります。畳も同様です。連帯詞、副詞、接続詞では、まず特別な送り仮名のものがあります。覚えてしまいましょう。 次に、またのように送り仮名をつけないものもあります。例えばのように、例えるという言葉から派生した言葉は、元の語の通りに送り仮名を送って、例特別するわけです。それではここで一旦動画を止めて、教科書にある問題をノートに解いてみましょう。例にあるように、送り仮名となる部分に線を引く問題となっています。 問題を解き終わったら、また動画を再生しましょう。回答です。よく見て確認しましょう。ここに回答がない問題は、辞書などを引いて調べておきましょう。他の読み方や例文など、より詳しく載っていますので、参考にすると良いでしょう。最後に、本日のまとめです。今日は、送り仮名について学習をしました。 送り仮名はその文字を正しく読むために必要なものでしたね。その付け方は原則として活用語尾を送るというものでした。しかし、文中や読ませ方に合わせるように例外があるということも学習しました。ノートにまとめを書いて赤で囲みましょう。本日の学習はこれで終わりです。